ホワイトアルバム235回目、開幕小春ちゃん。いいね、小春ちゃんルートだからね。一応ね、刹那の話が9割な気がするけど、小春ちゃんです。はい、電話をしているところの続きからですね。私に合わせるよう遅番にしろって言ったから、夜は閉店までいると思います。あれ、美穂子ちゃんは学校来てんのかな。あの子心配だわ。また引きこもってんじゃねえかな。まだそんなこと言ってるんですか。いい加減覚悟を決めてください。親友のためじゃないですか。親友のため。これ誰に電話してんだ。おーい、あ、出た、さゆり。ちょっと待ちなさいって。あこ、ちょっと待ってください。美穂子は、あの子、あの子また引きこもってるよ絶対。二学期もめでたく終わったし、今からカラオケでも行こうかって誘いに来たんだけど、今からバイトだからって断られたとこ。ごめん、そういうわけ。これも卒業旅行のためだから。まあそういうことなら仕方ないけどさ、それにしても最近付き合い悪くない？バイトなくてもすぐ帰っちゃうよね。せっかくテストも終わって流しモードだったのにさ。ちょっと年内はね、もう少ししたら収まるべきところに収まると思うから。収まるべきところ、うん、何が？何が？あ、ちょっとごめん、電話の途中だった。お待たせしました。はい、じゃああとはお店で。絶対に来てくださいよ、ずっと待ってますから。来てくださいよ。なんか、本当誰と電話してんの小春ちゃん。会話が謎すぎる。え、お願いです、二人のためなんです。二人ってのは、まあおそらくおせっかいで、春樹くんとセスナのことだと思うんだけど。何が絶対に一緒に過ごさなくちゃダメなんです。せっかくのクリスマスなんだから。クリスマス、前回刹那からもね誘われたクリスマス。え、はいはい、それじゃ失礼します。お待たせで、何の話だったっけ。恒例のクリスマスパーティーどうするのかなって。話をする前に結論出ちゃったけどね。ああ、ごめん、今年は行けないや。事前活動じゃなかった、バイト入れちゃったから。頑張ってね小春。これなんか勘違いされてない？また。私たち寝たんだりしないから。もうバイト先でも学校でも男がいると思われている。そりゃ頑張るけど、言ってる意味はわからないよ。誰と電話してたんだ小春ちゃん。あ、来た。これは刹那からのメールかな。ごめん、なんだか気を使わせちゃったみたいだね。24日ってのは別に大した意味はないの。ただ本当にそこしか空いてなかったから。うちクリスマスパーティーは25日なの。朝からお母さんと一緒にチキン焼いて、相変わらずジュースのシャンペンで乾杯して、お母さんは高弘にそろそろ彼女連れてきたらって言ってるけど、どうやら今年もそんな気配はなさそう。高弘くんモテねえな。イケメンなのにな。うん、モテそうだけどな。いたとしても来たがらないかも。いきなりよその家族の中にポツンと一人だと身の置きどころがないもんね。そういえば春樹くんは物おじしなかったね。最初からお父さんと堂々と渡り合っちゃって頼もしかったけど、とても同い年とは思えなかったな。まあ春樹くんの方はそれどころじゃなかったのかもね。あの時は学園祭のことで頭いっぱいだったもんね。話が脱線しちゃったね。そんなわけで、あさってはただ暇なだけで、特別な意味は何もないから、何も気を使わずに手ぶらでおいでください。特別な意味は何もないからって書くことがなんか意味深なんだよ。あ、本だけは忘れないでよ、もともとそれが目的なんだし。あのカズサが表紙のアンサンブルね。そんな感じ。それでもダメならはっきり言ってください。じゃあ明日の23日は。本当だよ。明日はどうなんだよなんて聞けるわけないよな。完璧な理論武装に見せかけて、小さな穴が開いていることをわざと見せつけているのか、それとも全然気づいていないだけか。気づいてないんだろうな。駆け引きのできるような彼女じゃ、刹那じゃないし。あ、これ何、春樹くんの待ち受け。
だから俺たちはこんな風になったんだから、刹那がもう少しだけずるかったら、自分勝手に振る舞ってくれていれば、そしたら俺たちは今頃はずっと二人でいるか、それとも完全に一人ぼっちだったのに。分かった、24日別に気を使ったわけじゃないって。ただその日はバイトを休めなかっただけで、終わる時間も読めなかったし、絶対に夜遅くなるし迷惑かなって。それとすぐにでも渡したかったから少し焦ってたってのもあるかな。とにかく明後日な、行けそうになったら電話する。でもわざわざ起きて待ってることないから。穴ないよな。さてと戻るか。控室の時計はいつの間にか長身が真上を向いていた。そろそろ現場に復帰しないと、何かと口うるさい職場後輩の悪口雑言の餌食になりかねない。な、返信早っ。あの子は24日クリスマスに会いたいんだろうな。何時でも大丈夫、どれだけ遅くなってもいい、ほんのちょっとの時間しか取れなくてもいい、もう会いたいんじゃん、クリスマスに。でも24日のうちに会いたいな。もうほんと中学生なんだよな、メールの刹那は。24日、刹那の開けてしまった小さな穴は、こうしてわざとか天然か微妙に謎なまま少しずつ大きく広がっていく。これは危険ですね、刹那の穴。下ネタっぽいけど、下ネタっぽくなっちゃったけど、刹那の穴は危険だよ。お待たせすぎよら、それじゃあ交代。みんな必死で走り回ってるのに、いつまで休憩してれば気が済むんですか。ごめん、さえ良ければそれでいいんですか。刹那の穴がついなりかねないなんて仮定を使うべきじゃなかった。じゃあ私10分だけ休憩入ります。のんびりしてるわけにいかないですから、冬休みでいつもよりにぎわってるこんな時に。はい、スキル高いよな、闇の。12番テーブルのお客様、オーダーまだです。よろしくお願いします。ああ。相変わらずおせっかいで親切でいいやつだけど、口が悪くて容赦なくて嫌なやつだ。けど何しろ裏も下心も体もまるっきりないから、そんな善意の塊に腹を立ててもしょうがないんだよな。さてと、12番。それよりも今は怠慢によって失った信用を取り戻さないと。お待たせしました、ご注文をお伺い。牛肉のな。お前らかい、出ましたね、伊予竹。広島風お好み焼き、肉玉うどん入り。どっちもあるわけねえだろ。タイないんだよな。あ、これさっき最初電話してたの竹谷か。ってことはこれ裏で小春ちゃんがなんかやってんな。天使のなんだって、すっげー泣けるラブストーリーなんだ、ね、なんでバックヤード来てんだよお前ら。ナンバーワンって言われてて。あー、邦画本当にラブストーリーなのか、なんか微妙に暗そうなタイトルだけど。ラブストーリーとは言ったが、ハッピーエンドとは言ってないぞ。閉店まで居座る勢いの迷惑な客を見かね、頃合いを見計らって控室の方にご退却願った。その時また休憩に入ったと誤解にまみれた冷たい視線が背中に鋭く突き刺さっていたけれど、ここは俺が泥をかぶるしかないだろう。で、この2枚のチケットがどうしたって。なるほど、なんかちょっと読めてきたぞ、この映画のチケット。よくぞ聞いてくれた。やっぱ聞かなかったことにする。なあ待て、今なら2枚で4000円のところ大奮発して3600円。いや金取んのかい。こんな買い物はそうそう。いや待てよ、なんで俺に映画のチケットなんか。悪い春樹、半額の2000円にしとくから引き取ってやってくんない。 いいよ。実はね、こいつ本命のこと言ったはずだったのよ。本命はおめえだよ。彼女の方が竹谷に飽きたって、やむにやまれぬ事情で行けなくなっちゃって。竹谷の本命はおめえなんだよ。いいよ。そいつはまたやむにやまれないな。その事実を伊予の口から公表されるという経緯も含めて。にしてもわざわざ人の職場に押しかけて営業妨害まがいの嫌がらせまでした割には、随分としょぼい要件だな。そういうわけでさ、この惨めで哀れで情けないクリスマス、ボロクソに言ってる。歳末助け合いの心を少しでも向けてくれたらなって。お前が向けてやればいいよ、たまには二人で行けばいいじゃないか。冗談じゃない。こいつなんかと。
傷ついてた。演技よ演技。行かないけど。行かないけど、行かないけど、でもやっぱ演技なんだ、演技してんだな。お前ら少しは仲良くしろよ。付属の頃からちっとも変わってないな。なんだよ、こういう時の呆れたような視線だけ息ぴったりでシンクロしやがって。頼むよ春樹、金の問題じゃないんだ。ただ手元に置いておくのも辛くてな。まあそりゃ誰かに売ってもプレゼントしてもいいじゃん。それに竹谷がここまで言ってんだし。分かったよ、もう一度ならお前が買ってやれよという言葉が口を突きかけたけど、竹谷の精神衛生上もう世に振るのはやめておこう。財布を覗くとこういう時に限って千円札が潤沢なのがやるせない。ほらこれで飲みにでも行ってうさを晴らせ。いいよ、付き合ってやれよ。オンに切る。竹谷は俺が差し出した4枚の千円札を思いっきり遠慮せずに受け取った。まあデートっぽくなければ構わないけど。おお、よかったじゃん。そしてイオはそのうちの2枚を引き抜くと当然のように自分のポケットにねじ込んだ。俺に返すとかそういう気の利いた気配すら見せないのがこいつららしいよな。映画か。最後に行ったのはいつだっただろうか、誰とだっただろうか。ああそれで上映時間は17時からだから。なんだよ、1日1回しか上映しないのか。今年の邦画ナンバーワンじゃなかったのかよ。佐藤とか中川さん興味あるかな、後で声かけてみるか。実はリバイバルだからな。最初は10年近く前に公開されたんだってよ。10年前っていうと時期的には1作目のホワイトアルバム、それこそ尾形里奈森川由紀が大ブームドーンって頃だから、もしかしてあの子たちが出演するとかだったら熱いな。お前ほんと口から出まかせばっかり。それでもダメなら他のバイトの誰かにでも、半額だってんなら一人ぐらいは欲しがるかも。ど真ん中のちょい後ろ目でいい席だぞ。予約開始日に朝から並んでとったからな。別に席なんかどこでもいいって。そこまでして誰も欲しがらなかったらしょうがないから誰かを誘って。そうだな、例えばいつも世話になっている後輩とか。おお、いいんじゃない。あの、言い忘れてたけど24日しか使えないからな。無駄にするなよ。出たよ、24日にひたすらこだわるこの連中。待て、なんでそうなる。俺が杉浦を映画にって、そんなの誘いの言葉すらイメージできない。ついでに言っておくと、展望レストランの方の予約は19時からだから。そんな予約も入れてんのかよ。わかった。それにもし無謀にもそんな言葉を口にしたら、私に声かけてる場合ですかとか今まで以上にきつい説教を食らいそうだ。いやほんと小春ちゃんルートだから、小春ちゃんと24日にね映画館デートとか素晴らしいと思うんだけど、みんなセスナと行かせようとしてんだよな。飯塚の名前で2人、海の見える窓際の席。え、料理は1人2万のコースで合計4万だ。高っ。うんじゃないよ。でもそれなら、私に声かけてる場合じゃないなら、誰に声をかけている場合だって言うんだ。というわけで、あと4万。たっけ。分かった、ちょっと待て。悪い春樹、1割引きの3万6000円にしとくから。にしても高いよ。だから待てって。鬼かよ、いいよ。それだとさっき取り返したチケット代が丸ごと吹っ飛ぶんだぞ。いや、吹っ飛ぶのは俺の親友のためなんだろ。何みみっちいこと言ってんだよ。なんでそうなる。どうして3万6千円が俺のためになるんだ。くそー、わかったよ。清水の舞台じゃなくて、アルミの海に飛び込んだつもりで思い切って3万6千円で OK。 OK じゃねえだろ。これで映画のチケットとレストランの予約を手に入れた。なんてこった。今月のバイト代が一瞬にして消えた。まあ北原さん、ちょっとどうしたんすか。なんかふらついてますよ。あまりの後悔に頭が真っ白で。はあ。竹谷が売りつけた映画のチケットはまるで注文の多い料理店のように徐々に俺を食い物にしていった。24日の17時からの回のみ有効、湾岸のショッピングモール内のシネコンのみ有効、オプションとしてアルミインテグラルホテルの展望レストランでディナー付き、ちなみにお値段映画の10倍。
クリスマスのベイエリア、映画見た後夜景を見ながら食事とか、なんというカップル向けカスタマイズ。こんなターゲットの違いすぎるデートコースなんて、誰かに売りつけることは当然として、誰かに譲ることすら俺にはできそうにない。悪質なマルチに、おマルチ HMX12 これはトゥーハート好きとしては引っかかってしまいますね。マルチに引っかかった後の虚無感がじわじわと俺の全身を支配していく。でも世界観同じだろうから、このホワイトアルバムの世界にもメイドロボはいるんだろうな不思議な世界だな。ちょっと相談があるんすけど、後にします？いや、いいよ。何？それでも今度こそ迂闊に生返事だけはしないぞと誓いつつ、ぐったりと人の減ってきた店内を眺める。実はですね、年始なんすけど、三が日が全然人足りないんすよ。そりゃ大変だな。やっぱり学生バイト多いから、その辺は年末はなんとか集まったんですけどね。今年も元日から営業？初詣とか初売りとかで結構にぎわいますからね、うん、本部からも指示が来たし。店長いないのにな、大丈夫か？そこで相談なんすけどね、北原さんなんとかならないですか？まあもちろん無理を承知ですから、時給の方も。冬休み期間中だけだよな、そのまま泣きし崩し的に続けろってことはないよな。ついさっき騙されたばかりだから、今目の前で恐縮している佐藤に対してもどうしても少し疑いの目で見てしまう。もちろんそろそろ就職活動だってのは分かってますし、さすがに来月には店長も復帰するでしょうし。いいよ、ちょうど今金が必要になったことだし謎の出費があったから、もはや来月の家賃にさえ深刻なダメージが降りかかってきたところだし。本当っすか？助かります。いや、こっちこそ。まさに渡りに船、三が日朝から晩まで働けば何とか今の損失を取り戻せるかもしれないけれど、裏はないよな。他の日は無理を頼んだりしません。本当三が日だけです。絶対だな。もう生返事で下手な承諾をしなすることはしない。妙に用心深いっすね。なんかあったんすか？金の流れが一方通行の友情ってのは果たして成立するのかっていう根本的な疑問にぶち当たってな金は友情を壊しますよ。おお。たった今そのことに気づいたところだよ。4万もする高い授業料を支払ってな。じゃあシフト入れておきますね。1日はとりあえず10時からお願いします。恋も友情を壊すんだよな。友近元気にしてるか友近、今度が最後だからな。年が明けたらもう電話来ても取らないぞ。分かってるっす。これ以上無理は言いませんって。というわけで今年はお疲れ様でした。来年またよろしくお願いします。ああよろしい。今年は？ええ、次は1月で。もう今月はシフト全部外しておきましたから。ああそうなんだ。なんで？北原さんに無理はさせられませんからね。年内は今いるスタッフで頑張りますよ。俺今年はもう来なくていいの？特に今週は全然必要ないっす。もうゆっくり休んでくださいね。これさ、このシフトもなんか小春ちゃんが裏で仕組んでんじゃないの？今週なんてまさにクリスマスでしょ？あさってか。なぜだろう。さっきよりよほど注意深く相手の話を聞いていたはずなのに、妙にまたやってしまったという感覚が拭えないのはなんか仕組んでそうだよな。あの子、小春の穴ですよ。これは刹那の穴から小春の穴へ。グッディーズ閉店お疲れ様でした。はあ。何老けた顔してるんですか？まだ若いのに。まだいたのか。遅番ですから。遅番はやめろって言っただろ、なんて余計な反論はしなかった。確かに疲れた顔をしてるって自覚があるし、そんな挑発したら余計疲れるに決まってるし。そういえば今日は杉浦ともほとんど話せなかったな。まあなんだかいろいろなことがあったし、刹那との約束のこと、竹谷と伊代の来店のこと、年明けのシフトのこと、ちょっと脳の考えるスペースが容量オーバーで、とてもいつも通り言った言わない的な不毛な会話を楽しめる余裕なんかなかったから。いや、いつもあの会話を楽しんでいるわけじゃ。なんだ暗い。それはいつも通りだ。ほんと小春ちゃんをね、24日デートに誘いたいけど無理なんだろうな
それはな、うん、疲れてしょぼくれて杉浦に随分と年を召したように見える俺の顔を杉浦がじっと見上げていた。心配するような探りを入れるようなどっちとも言えないような微妙な表情で、掃除手伝いましょうか。いいよ、もう着替えてるし、こっちはキッチンの仕事だからそれより早く帰れ。気をつけてな。だからなんだよ。いろいろ頭が回ってないみたいですね。そういう時は素直になっちゃえばいいんですよ。素直になっていいの？小春ちゃん一緒に映画行こう。クリスマスイブ映画行こう。でその後レストラン行けるから。何のことだよ。確かに頭が回っていなくてずっと生返事しかしていない俺を、やっぱり杉浦はじっと見上げていた。いたわるような呆れたような、やっぱり微妙な表情のまま。では先輩のご命令通りさっさと帰ります。それじゃ良いお年を。今年もう会えないのかな。あ、明るい道通れよ。かと思えばその視線をあっさりと外し、暗い店内に軽い足音を響かせる。俺に何かの違和感を抱かせつつ。先輩、だからなんだよ。今度こそ素直になってくださいよ。だから素直になったら俺は小春ちゃんを映画に誘いたいっつってんの。は？出ないと私も浮かばれません。本当世話の焼ける。あ、やっぱこの子裏で黒幕だな君。ちょっとおい。そして杉浦は俺の抱いた違和感をもう一つ大きな謎で包んでくれやがった。答え合わせもさせてくれないままで。一体どういう。今度こそ素直になってくださいよ。前に素直じゃなかったのはいつのことだよ。そんなのお互いの定番すぎて絞り込めないだろう。でないと私も浮かばれません。どうして杉浦の話になるんだ。君が一体何をした。ほんと世話の焼ける。だから君が一体。あれ、良いお年を。俺が今年ここにもう来ることがないって、さっき決まったばっかりの俺のシフトをどうしてもう知っているんだ。やっぱこの子いろいろ裏で動いてるわ。さあ、お疲れ様でした。あとごちそうさま。いや割り勘だから、俺大損したばっかなんだから。いいね、いいおたけ飲み会。怖いこと言ってんじゃないの。作戦は成功したんだから。ほう、作戦。おかげで俺は舞子にボコられるけどな、明日。舞子、これがきっかけになってくれるといいんだけどね。あの二人なってくれないと困る。俺いろんな意味でスケジュール狂いまくりだし。別にクリスマスだからって豪勢でなくてもいいじゃん。ファミレスでもラーメン屋でも。それで文句言う彼女なら別れちゃえって。あのな、でもあの二人は違う。無理やりにでもきっかけを作らないと普通に話をすることだってできないんだから。だから高級ホテルのディナーか。貧乏症の春樹のことだから絶対無駄にはできないから。なるほど。誰かに売ろうにも譲ってしまおうにも、ここまで直前だともうほとんど無理だし。本当なんだな、あいつらが24日に会う約束してるって。さっきなんとか刹那に吐かせた。絶対に押し込めって強く言い聞かせておいたよ。絶対に押し込め。なるほどな、もうこの子たちはこの子たちで動いてるな。えげつないね、俺に対する仕打ちも含めて。あれマジで2月前から予約入れてたのに。文句ならあんたが紹介してきたあの子に言ってよ。ああ。今回のこと考えたの全部彼女なんだから。やっぱさすが翔春樹。さすがは翔春樹。同じこと言っちゃった。おせっかいのためには手段を選ばないところなんか、ほんと師匠にそっくりだぜ。だね。なるほどな。謎は全て解けた。北原さん、閉めますよ。ああ。確かに今日はいろいろなことがあった。今年のクリスマスは雪降るかもって話ですよ。マジで。ことホワイトアルバム、このゲームに関しては雪が降るとやべえことが起きるから。
そっか、刹那との約束のこと、刹那との24日に会うという約束のこと。北原さん歩きでしたよね。確か駅の反対側に住んでるって。うん、竹谷と伊代の来店のこと、竹谷に24日の映画のチケットその他を押し付けられたこと。俺裏にバイク止めてあるんで。あ、バイクで来てんだ。ああお疲れ様。年明けのシフトのこと、年末のシフトがいきなり空っぽになったこと、つまり24日の予定がなくなったこと。あれ、たった1日、それも数時間のうちに何かの条件がものすごい速さで整いつつあるというのは俺の考えすぎだろうか。しつこいようですけど、来月の三が日頼みますね。それじゃあ良いお年を。良いお年を。そういえばさっき全く同じセリフを誰かが言ってなかったか。俺の知らないところで大の知れない何かが動いていないか。おー、マジか、選択肢。ま、どうでもいいか。2、もしかしてあいつ、これは2でしょ。小春ちゃんがもう黒幕だってのはもう分かりきってるんだし、ここで感づいてあった方が小春ちゃん関連イベントが何か起こるよな。どうでもいいか。つって投げ出しちゃうのは絶対違うよ。うん、2、もしかしてあいつ、絶対これだよ。そういえばさあ、夜竹飲み会、杉浦小春ちゃんだっけ。あんたがなんとか口説こうと頑張ったけど。口説こうとしてなの。うちのこと道具としてしか見てなかった子。誰に対しても差し障りのある人物描写はやめろよ。今回の作戦、あの子にとってのメリットって何なんだろう。メリット？私たちと違って刹那と親しいわけでもない。春樹とだってつい最近までいがみ合ってた間柄。ここまで介入する意味がないよ。本当にないんじゃないかな。純粋な親切、言い換えればただのおせっかい。おせっかいすぎるけどね、本当に。そんな、春樹じゃあるまいし。春樹じゃないけど小春樹、損得感情で動いてないんだって。小春樹、それってつまりただ春樹のためだけに。あ、自分のことは何一つ顧みず、春樹が幸せになれればそれでいいって。なるほど、そういう考え。意訳だろう、それは。私だってそう思いたいけどさ、女の子なんだよ彼女は。けどまさか、相手は春樹だぞ。あの堅物にそこまでズブズブにはまる女の子が。刹那の時も最初そう言ってたよね。トーマカズサの時だって。すいません、バーボンをダブルロックで。飲もう飲もう。ああ、いいや、ボトルごとちょうだい。ボトルごと飲み明かそう。ハルキ君モテモテだよもう。ってことはやっぱそうか、小春ちゃんはそこまでハルキ君のことを願って思って動いてるってわけか。あ、峰ヶ谷駅ってことは小春ちゃんを追ってきたな。終電間近の峰ヶ谷駅は降りる人もまばらで、だからこそ全力疾走でホームを駆け抜けた俺は周囲の人たちにキーの目で視線で見られていた。けれどその視線を向ける人たちの中に自分が知る顔は一つもなく、俺は予想通り途方に暮れる。はあ、膝に手を当ててがっくりとうつむき、盛大にため息をつく。からくりに気づいたのはほんの30分前。佐藤を問い詰め、ついでに罵倒して、ついでに罵倒。それから駅に向かって全力疾走で、次の各駅停車が15分後と知って、また悪態をつき佐藤。ようやく来た電車に飛び乗り、ガラガラの座席にイライラしながら腰をかけ、ほんの10分を数時間のように感じ、そして10分後やっぱり無駄足だったと思い知った。彼女を追いかけたのは店で別れてから20分も後。つまり何事もなければそのタイム差は埋まらず、駅から徒歩15分の自宅にとっくに着いている頃。それでも無駄足と知りつつ追いかけずにはいられなかった。杉浦、さっきから何度も無視され続けている携帯を最後の望みばかりにリダイヤルする。だって一言言ってやらなければ気が済まない。今日一日抱えた違和感の正体が、まさか自分の後輩にして教え子にしてやり手ババによるあまりにもリスクとコストの高い遠大な罠だったなんて。やっぱりまた出ない。
デューラのことだ。あれ鳴ってるよ。いるじゃん、いるいる。杉浦のことだから電車乗ってる時に携帯には出ないはずとか、今まではそういう都合のいい解釈も成り立ったけど、こうして俺も皆が屋に降り立ってしまった以上、意図的に無視しているとしか。ん？どっかで聞いたような着信音。着信？俺がしているのは発信で。後ろで先輩。あ、声重なってる。いいね。ハウワー。繋がった電話から聞こえてきた声は俺の真後ろからも直接伝わってきた。いるじゃん。よかった。さすがにこの時間だと一人で帰るのちょっと怖いなって思ってたんですよ。もしかして待ってたのかな、ここで。お前。そんな風ににっこり笑ってペコリと頭を下げる杉浦に、俺は怒鳴るべき言葉を失い、ただ呆然とその笑顔を眩しく眺めることしかできなかった。来てほしいと思ってたんだろうな、この子的にも。佐藤に聞いた。何をですか？今週クリスマスも全出勤するから俺を休ませろって交渉したんだって。そうなの。冬休み中に一生懸命稼いでおかないと、帰りの飛行機代のために現地でバイトする羽目になりますから。俺を来させない理由にはならないだろう。そろそろ先輩に頼れる環境を何とかしないと、いつまで経っても自立できませんから。竹谷伊代を店に呼んだのも杉浦が裏で手を回してたんだろ。意味が分かりません。なんで私がそんなことする理由があるんです？俺だって意味が分かんないよ。俺とセスナを仲直りさせるために、ここまでうかつ上に周囲に迷惑をかけまくって、ついでに穴だらけの舞台装置を整えるなんて、ほんと小春の穴だわ。精密で考えなし、大胆で独創的、本気で後先考えない、典型的な策に溺れる策士。誰に何を吹き込まれたか知りませんが、まさかそんな馬鹿げた噂本気にしてないですよね。馬鹿げた噂、ほんと馬鹿げてる。もうおせっかいってレベルを超えて、結婚詐欺師に騙されている女みたいだ。それはひどい男もいたもんですね。きっと天罰が下りますよ、そいつ。馬鹿げた噂なんだろ。だったらそんな男は嫌しない。あ、なんて言い込めたって何のメリットもないだろ。それどころか杉浦は口をさらに固くしてしまった。馬鹿か俺は。いや、本物の馬鹿は目の前で年下の付属す本物のバカは目の前の年下の付属生だ。もう俺こいつ知らんってレベルに達してる。もう俺こいつ知らん。寒いか？冬の夜ですから。手握っちゃおうよ。治安通報されちゃう。だからおそばはやめておけって。そうですね、しばらくは意味がないからやめておきます。意味？細かいことばかり気にすると嫌われますよ、お互い。お互い、それでも寒そうに両手に息を吹きかける仕草は、どこをどう切り取っても物言いげな少女を絵に描いたように儚くて、そして綺麗だった。そうですね、あくまで噂のレベルに過ぎないんですけど。噂なんですか？もしもそんな馬鹿げた迷惑行為を信念とかいう免罪符のもとに、人の迷惑顧みず強行してるバカな子がいたとしたら。え？自覚あるんだ。それはですね、きっともう一度あんな顔してほしくて、そしてもうあんな顔してもらいたくないからです。哲学だな。やっぱ意味が分かんない。いつも筋が通っているかは別として、相手に分かりやすく論理的に話そうとする杉浦のまるっきり謎かけみたいな感情的な吐露。音楽室から外見てましたよね。あの時のね。ああ、久しぶりに付属を訪れた時に杉浦に見られてしまったんだっけ。結構頭の中にこびりついてます。思い出すとムカついてます。イライラしてきます。いても立ってもいられなくなります。それはごめん。3年前に戻っている俺を、あの頃の刹那やカズサと話している俺を。何のことですか？噂レベルの話を本気にしないでください。痛いですよ。本当にごめん。もういいです。
その楽しい時間が今はもう失われてそこにはないってまたしても痛感してしまった俺を。さてと、え、ここです、私の家。ああ、ここがあの女のハウスね言いたくなっちゃったここがあの女のハウスね。もうあれ元ネタ知ってから頭離れないよ。定期的に YouTube で見ちゃうんだけど。あれ、ああそうか、しばらくずっとうつむいて歩いていたからここが峰ヶ谷のどのあたりなのかもよくわからないけれど、似たような縦売りの住宅の並んだその一角に確かに杉浦という表札がかかっていた。覚えとこう、ここ小春ちゃんの家覚えとこう、きっと何かで必要な時が来る。わかんねえけどわかんねえけど覚えとく。送ってくれてありがとうございました。あ、かわいい。実は結構嬉しかったです。本当に？もう映画行く？一緒に映画行っちゃう？クリスマス、そりゃこんな時間だし。もう一つ、実は最初早く帰れって言われた時ちょっとだけムッとしたんですよ。ああ、送ってくれってこと？ごめん、あの時は考えが回ってなかった。ま、仕方ないですね、因果応報みたいなものですから。どうして俺の考えが回らないことが杉浦のせいになるのかはやっぱり聞かないでおく。それじゃあお疲れ様。はい、良いお年を。ああ、これでも本当にもう今年いっぱい会えないのかな。クリスマスはじゃあ何、本当に刹那とデート？まだ年内に店に行くかもしれないけど。先輩、客としてな、スタッフがちんたらしてたら大声で悪口言ってやる。ご来店お待ちしております。いいね。精一杯勤めさせていただきますので。楽しみにしてる。それじゃあ本当にわざわざありがとうございました。大げさだって。別に。終電なくなってることを知ってますよね。あら、さあな。峰ヶ谷降りた時ちゃんとチェックしてた。次の下りの各駅停車は10分後、そしてそれをもって本日の最終、片道15分かかる杉浦の家に送るのに少しの迷いもなかった。あとはさすがに行かなかった。4万飛んでった上にタクシー代、どんどんお金が減っていく。暮らせなくなっていっちゃう。お、でもお家に帰ってきて、え、電話？ありがとう。そう、いきなりいきなり怖いよ。怖、もしもしから始めろよ。ちょっと怖い。電話出ていきなりありがとうは刹那怖い。なんかいや、開幕ありがとうすごいな。感謝されること何もしてないよ。それもそうだね。でももう刹那からしたら全部知ってんだな。日付はとっくに変わってたけれど、刹那はやっぱりワンコールで出てくれた。怖いよ、ワンコールで出てありがとうは。久しぶり。久しぶりじゃないよ。毎日ハルキ君とおしゃべりしてた。もうイマジナリーハルキ君作っちゃってんじゃん。だな。いつも通り普通に、いや、いつも通り普通じゃいられない態度で。そうだ、あのさ、遅くなっちゃったけど発売おめでとう。それってもうメールでお祝いしてもらったって。でも言葉では伝えてなかったから。本当におめでとう。ありがとう。でも本当に大したことない記事だから。あー、でもそうだよ、その本を渡す、その本がカズサの記事だからな。きっと刹那は今度直接会った時にもまた同じセリフを言ってくれるんだろうな。でも直接は伝えてなかったからなんて言い訳じみた遠慮がちな笑顔とともに。どんなこと書いてあるのかな、楽しみだな。ハルキ君、雑誌の名前も教えてくれないんだもん。ごめん、いろいろ考えることがあって。ううん、うん、直接渡してくれるって言ってくれたから帳消し。見るの楽しみ。ありがとう。ちゃんと会って謝りたいって思ってたし、この前のこと。謝ることなんて何もない。私があると思えばあるの。謝らないとまた始められないの。刹那、ハルキ君、私ね、あの時言ったことは本心じゃなくって
ストップ、ちゃんと会って話すんだろ。それそうだね、ごめん。マジか、謝ることなんて何もない今は。そうだったね。やっぱり俺たちはまだ危うい。電話で話しているだけでもちょっとずつ踏み外しては軌道修正の繰り返し、足の幅ほどしかない平均台の上を蛇行しているみたいにすぐに振り出しに戻ってしまいそうな、それどころか全てを台無しにしてしまいそうな、そんな危うさを抱えたまま笑い合っている。そういえば24日ごめんね、私の方の都合だけでわがまま言っちゃって。よく考えたら春樹君の都合だってあるのに。いやいいって、大丈夫、行けるから。楽しみね。久しぶりに上がってかない？ケーキくらいはご馳走するよ。いやいやいや、家族よりも先になっちゃうけど。いやだから明後日はまだ急ぐべきじゃない。大したことない場所であって、短い時間だけ話をして、ほんの少しだけお互いの距離感を直せばいい。外は寒いよ。それにお母さんも春樹くんに会いたがってたし。せつな、俺たちはもっとゆっくり近づいていくべきだ。この3年間で何度失敗を繰り返したと思ってるんだ。俺たちの学生生活はあと1年残ってる。この1年間を丸ごと使ったって構いやしない。冬休みだし少しくらい遅くなっても平気。帰りはお父さんの車で送ってもらえばいいし。だって俺はかつて見てしまったことがある。刹那の裸の胸に刻まれた、まだ塞がらずに可能していたその傷を、っていう例えだよね。刹那のおっぱい見たわけじゃないよね。ん？その関係ではないよね。カズサとはやっちゃったけど、カズサは傷物にしたけど、刹那は傷物にしてないはずだぞ。あのさ、実は会いたいけどまだ一緒にいられない。俺たちには圧倒的に時間が足りてない。あ、いや結構突拍子もない話なんで聞き流してほしいんだけど。はずなのに、竹谷からさ、映画のチケットもらったんだ。24日限定の。行っちゃったよ。やっぱ刹那なんだな。悪意と介入が招き寄せた偶然か、親切とおせっかいが押し切った奇跡か。ついでに食事付き、それが笑っちゃうことに、アルミインテグラルホテルの展望レストランでさ。慎重にゆっくり、何の進展もなくてもそれは仕方ないって。そんなただの逃げと何が違うのかわからない俺のスタンスを否定する強い力が俺の口を滑らせる。映画は午後5時から、レストランの予約が7時から。いや突然そんなこと言われても答えようがないに決まってるよな。それにあれ見で夕食だと帰り遅くなるし、何言ってんだろうな俺。この子が断るわけないじゃん、この誘いを。ごめん、今の忘れてくれ。それじゃあ今日のところは。待って。そして一度滑り落ちてしまった言葉は、どんなに繕ってももう取り返しがつかないのは当然で。絶対行く。絶対この子の絶対ちょっと怖いんだよな。前もあったよね、絶対って。こんなチケット誰かに売ることも誰かに譲ることもできないって思ってた。けれど誰かを誘うことは、そうじゃなくてたった一人の女の子を誘うことだけは一番難しくて一番簡単なことだって見透かされていた。絶対行く。そっか。あれなんか大丈夫？誰？俺だけど、母さんがお粥だけでも食えて。お粥？体調崩してんのこの子。ごめん、まだ食欲ない。あれ刹那大丈夫？昨日からずっとじゃないか。え、胃が痛いなら医者行け。もうストレスでおかしくなっちゃってる。ストレスで胃が悪くなっちゃってんじゃんこの子。大丈夫だよ。明後日までには必ず治すから。明日は食べるよ。うん、母さんに謝っといて。分かった。そういえばさ。何？昨日アンサンブル買ってきてたよね。え？俺にも見せてよ。アンサンブルじゃん。アンサンブルじゃん。持ってんの？あれ、俺も買おうと思ったら今日もう売り切れでさ。いつもずっと残ってるのに。そ
すっげーよな。だから胃が痛くなっちゃったの。表紙飾ってんだもん。アンサンブル見たから。うん、すごいね。すぐ返すからさ。ま、頼むよ。ごめん、どっかやっちゃった。怖えよ、怖えよこの子。どっかやっちゃった。いやー、え、これで、あー、これで12月24日森川ゆきさんお誕生日おめでとうございます。そうだよ、元祖ヒロインの森川ゆきの誕生日だぞ今日は。不穏な空気しかしねえじゃねえか。あー、クリスマスだ。では、え、またここ来てる。ブレスレットでよろしいですね。ブレスレット。あ、じゃあちょっと続き気になるけど、ちょっと今回ここで区切ります。次回はセツナとクリスマス、胃が痛いセツナとクリスマス。てかアンサンブル持ってんじゃん。ってことはもう絶対書いたのも分かってるよな、春樹くんって。なるほど、これは次回何もないわけがない。はい、じゃあ今回ここまでですね。せっかく12月24日なんで、今回のエンディング曲は特別に、ね、森川由紀でホワイトアルバムを聴きながらお別れしていきましょうかね。いやー、なんか由紀の作ったホワイトアルバムという曲からこんな不穏な物語が生まれていくなんて。どうなっちゃうんだろうな、クリスマスな。雪降るのかな。ここまでです。ご視聴ありがとうございました。